量はね、ご飯の量を減らしてタンパク質を補える黒豆ご飯と、作り置きとして便利なごぼうの味噌マヨネーズ漬けのご紹介をいたします。どちらもね、簡単にできますので、ぜひご覧ください。ごぼうはね、切ってから湯がきますので、あらかじめお湯を沸かしといてください。ごぼう切ってきますね。切りましたらね、茹でていきます。お好みの硬さになるまで茹でてください。好みのね、硬さになりましたら水切りをします。なるべくね、広げて余熱を取ります。余熱が取れましたらね、さらにキッチンペーパーで水分を取ります。保存袋に調味料を合わせていきます。混ぜ合わせます。加えましたらね、よくなじませてください。このようにね、よくなじませましたら、空気を抜き、口を閉じます。輪ゴムで加えます。冷蔵庫で一晩漬け込みます。一晩漬けました。今から盛り付けて食べてみたいと思います。最後にね、すりごまをトッピングします。洗った豆を水に浸します。豆を浸す水は初めから計量しておいてください。ご飯を炊くときにそのまま使うからです。8時間浸しておきます。涼しいところに置いてくださいね。豆を水に浸して8時間経ちました。豆の様子見てみますね。水分を吸収してね、膨らんできました。今からね、ご飯に入れて炊いていきたいと思います。今日はご飯2合セットしてあります。このようにね、水ごと入れますと紫色のいい色になりますよ。お釜によってね、浸水時間が異なりますので、それに対応して炊いてください。私のお釜はね、30分浸水してから炊き込みます。炊き上がりましたので見てみますね。ほら見てください、美味しそうでしょう。こんなにね、アントシアンがあって、まあ、紫色になりましたよ。
成しましたのでね、今からいただいてみますね。黒豆ご飯にごま塩を振りますね。今日の献立をご紹介します。今日のメインディッシュは鯉の甘露煮です。大根のさば煮です。だし巻き卵、レンコンのきんぴら、パプリカの醤油漬け、わかめの煮付け、赤大根の酢漬け、野沢菜のかぶの味噌漬け、菜花のおひたし、やこ大根のかつぶし風味漬けです。いただきます。黒豆がね、香ばしくてお赤飯のような感じです。豆が入りますのでね、満腹感もあります。次にごぼうもいただいてみますね。すごく食感がいいですよ。まろやかな味わいです。これはね、ご飯やお酒だけじゃなくて、お弁当やお茶受けにもいいですよ。どちらもね、栄養豊富で簡単にできますので、ぜひお試しくださいね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。だいぶ春めいてまいりましたけれど、お元気でお過ごしくださいね。